さあ、ということで、はい、いけそうですかね。はい、大丈夫です。じゃあ、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、フォレスタです。今日ははい、今日ですね、何をしようかなって考えてたんですけど、今まで取りためた、ミステイク集もう入れるのか、入れますか、あるんですか。ちょっとね、秘蔵でもうちょっと後に出そうと思ったんですけど、ここでちょっと皆さんに公開しちゃおうかななんて思ってますので、はい、はい、ちょっと楽しんでいただければと思います。その後にまた1曲何か聞けるかもしれません、はい、お便り動画第3弾ということで、そうですね、はい、お便り動画第3弾ということで、はい、はい、では、ミステイク集どうぞお笑いください。皆さんこんにちは、フォレスタです。さあ今日は、石川和夫くんが来てくれたということで、和夫くんをフィーチャーした、ぜひ作りにしたいと思っております。すいません、今日のお便り、あ、今回のお便り動画を入れていただけるということです、はい、もう一回いきます、はい、じゃあテイク2 でその後どうするの、永遠俺が喋るの、あ、それではお聞きくださいっていうのまで入れていただけると次の動画に行ける、はい、いや、もう無駄です。それではお聞きくださいって全員で、それではお聞きください、それではお聞きください。わかりました、はい、皆さんこんにちは、フォレスタです。今日は、石川和夫くんにぜひピアノを弾いてもらおうということで、石川くんをフィーチャーしてお送りしたいと思います。それではお聞きください。はい、ありがとうございます。お聞きください、みんなで。お便り動画入ってなかったんですか。あ、もう一回やる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 、撮って、撮って、はい、はい、もうお便り動画お願いします。皆さん、こんにちは、もう一回いきます、ごめん。皆さん、こんにちは、フォレスタです。今日のお便り動画はピアニスト石川和夫さんをフィーチャーして1曲弾いていただきたいと思います。それではお聴きください。はい、ごめんなさい。皆さんこんにちは、フォレスタです。今日のお便り動画はピアニスト石川和夫さんをフィーチャーしてお送りします。それでは1曲お届けします。お願いします。ごめん。はい、何だっけ、お聞きください。あ、それではお聞きください。ごめん、ごめん、もう一回行く。それではすごい良かったね。大野さんのそれではの後にお聞きください。はい、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 じゃあね、あっちの方が時間がかかっちゃった。はい、いかがでしたでしょうか。笑っていただけましたか。はい、ということで、お便り動画第3弾となりました。今回はイタリアのカンゾーネからですね、マンマをお聴きいただきます、はい、ではどうぞ。そして次回は塩入浩二15分間のトークショーです。はい、お楽しみ。本当にやるの。やらないです。